ラブポップグラビア YouTube チャンネル、皆さんこんにちは、さがるあかねです。本日は競泳系のね、水着をいろいろ比較していきたいと思います。今着てるのはパルフェットさんの水着になります。どうでしょうか。後ろはこんな感じです。なんかスクミズっぽい感じで、なんかここが分かれてるんですよ。ここと、ここもちょっとセパレートしてる感じで珍しいタイプ。すごい体にフィットしてラインが綺麗に出ますね。どうでしょうか。柔軟するとこんな感じ。結構これプールサイドで私こうなってた気がする。学校のプールサイドを思い出します。ちなみにあんまりプールは好きじゃありませんでした。なぜなら息継ぎの時の顔を見られたくなかったからです。乙女ですね。ということで2着目に着替えていきたいと思います。2着目はアリーナの競泳水着を着てみました。どうでしょうか。後ろはこんな感じです。なんかさっきはジッパーだったんですけど、こちらはジッパーとかがなくて、こう背中ががっつり入ってるタイプになります。なんかよりこう泳ぎやすい感じになってます。かわいい。さ、ここにね QR コードみたいのがついてるんですよ。どっちかこれかな。読み取れるのかな。私が私物で持ってるやつにもついてるんですけど、どうなんだろう。こんな感じでアキレス腱を伸ばす。競泳水着だとこういう運動がすごい合う気がする。よいしょ。でもあ、いいですね。あ、こうやってやった気がする、ちっちゃい頃。ふっ。やっぱ競泳水着を着てもできないものはできないですね。よいしょ。ふっふっふっ。すごくよく伸びました。続いてはラスト3着目着ていきたいと思います。行ってきます。3着目はリアライズさんの競泳を着てみました。どうでしょうか。前はこんな感じになってます。後ろがこんな感じ。今回はこのね、ジッパータイプで背中が開いてないんですけど、それはそれでピチッとしててすごく可愛いなって思います。この水色のラインが可愛い。これね、グレーのタイプは結構水に濡れるとね、この水の跡がいい感じになってすごくセクシーになるので、プールでの撮影とかにとってもおすすめになります。可愛い。どうですか、似合ってますか。競泳はやっぱなんかさっきもそうだったけど、ポニーテールをしがち。ぐるーわぐるーうわー、結構すごい伸びます。よいしょ。ふふー、よいしょ。ここもね、肩こりとかをピヨンってこうやってやるとこう張りが余計にわかるんじゃないな。どうピヨンピヨンピヨンどうでしょうか。やっぱ3種類のね、今回あの競泳ビキニのね、ブランドの比較をしてみたんですけど、やっぱそれぞれいろんな特徴があって可愛いですよね。でもね、どれ選ぶってなるとすっごい悩むんですけど、でも最初に着てたやつ、パルフェットさんのが、実はなんかね、さっき楽屋で見たらここがなんかパカッと開いたんですよ。でなんかこうちょっと谷間が見えるみたいなのもあったので、結構いろんな着方ができるのかなって思っていいなって思いました。でも全部いいですね。王道だったり、こういうちょっとコスプレチックだったり、これはね、白いニーハイとか合わせるととっても可愛いなって思います。皆さんは3つどれが良かったでしょうか。ぜひぜひ教えてください。では以上、競泳ビキニのブランド比較でした。見てくれてありがとうございました。じゃあねー。